国土交通省北陸地方整備局管内はすべて積雪地または積雪寒冷地域にあり、山間部においては全国有数の豪雪地帯も含まれています。雪国の暮らしに大切なライフラインの一つ、幹線道路を確保する道路除雪、冬でも安心して生活を送れる国土交通省の道路除雪の取り組みを紹介します。幹線道路の除雪は20世紀半ばまでは行われておらず、冬の積雪地の輸送は馬そりなどによって行われていました。降り止まぬ雪に埋もれた雪国の暮らし、雪に埋もれる道路、除雪車による除雪が始まったのは1950年昭和25年頃で、1956年昭和31年に積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する法律が制定され、道路除雪が進められました。1963年に起きた三八豪雪を機に、除雪専用機械の開発が進められてきましたが、土木工事用の機械を除雪機械に改造した時代では、北陸特有の重く湿った雪に大苦戦しました。その後さまざまな改良を重ね、除雪専用機械が開発されました。除雪専用機械の機械台数は1963年昭和38年当時はおよそ30台、現在はその17倍のおよそ500台に増強されました。より円滑で安全な冬の交通確保と除雪作業のスピードアップ、幅の広い道路の除雪の対応にも努めています。2014年平成26年2月、太平洋側に30年に一度という大雪が降り、雪に慣れていない首都圏の都市機能が麻痺、山梨、長野、埼玉、群馬県などの市町村の一部では道路の除雪ができずに孤立する地域が出てきました。そこで自治体などから要請を受けた日本最強、全国で一番といわれる北陸地方整備局の除雪チームが、長野、山梨、群馬県などに派遣されました。カメラは長岡国道事務所の除雪チームに密着しました。全く知らない道路、目印となるスノーポールなどの情報がない他県での道路除雪は困難を極めました。除雪作業以上に気を使ったことは、立ち往生した車両が多く、救出作業において損傷や安全対策に特に気を使い作業を行った、作業員全員が全く土地勘のない道路であったことから、道路形状をインターネットの航空写真で確認し、除雪車が作業を行いやすくなるよう心がけることに集中した。通常除雪チームは降雪前から自分たちが除雪を行う工区についての道路情報を全て把握しています。しかし雪国で培った除雪能力、技術を生かし、わずか1日で多数の道路を開通させるなどの多大な成果を収め、改めて北陸の除雪能力、技術の高さが現地での活躍により高く評価されました。日本最強、全国一といわれる北陸の道路除雪、雪国の暮らしを守るという強い志で道路除雪を行っています。三八豪雪から50年、2013年、平成25年7月、雪害への対応、減災対策を強化するため、ハード、ソフト両面からの取り組みを行う国土交通省
北陸雪害対策技術センターが発足しました。雪道走行の注意喚起、冬の道路情報、24時間体制で雪道の安全を確保するための道路除雪のオペレーターの養成、講習会の支援などにも力を入れています。本格的な雪の季節を迎える前に冬の道路交通を確保、道路除雪を円滑に進めるためにさまざまな道路の整備・点検が行われます。地吹雪から視界を確保するための防雪柵設置、雪道での道幅、視線を誘導し安全な走行を確保するためのスノーポールの設置、路面の雪を溶かし安全な路面を確保するための消雪施設の点検、道路除雪を円滑に行うための段差をなくす道路工事、このように雪道の安全を確保するために雪が降る前から道路の整備・点検が行われていることを忘れてはいけません。北陸地方整備局では毎年11月1日から整備局に雪害対策本部、各国道事務所に雪害対策支部を設置し、約1070キロの直轄国道などの除雪作業を45の除雪ステーションに約500台の除雪機械を配置して冬の道路交通確保に努めています。この日から除雪ステーションは24時間体制で雪道の安全を守ります。除雪ステーションの主な1日はご覧のようなスケジュールになっています。朝3時から6時にかけて通勤・通学前の新設・歩道の除雪、9時から12時、13時から15時は拡幅除雪、15時から17時にかけては路面整成をしながら今夜の路面状況などを予測、22時から0時にかけては凍結防止剤を散布します。この間、早朝・日中・深夜を問わず雪が降れば24時間各地域の除雪のプロが雪道の安全を支えます。日本最強の除雪チームの強い味方、道路を迅速に除雪する主な除雪車を紹介します。道路の幅を広げるロータリー除雪車、車体全部の羽を回転させて雪をかき込み遠くへ吹き飛ばす車両です。道路に積もった雪を素早く除雪する除雪トラック、新設除雪に使用するもので全車輪が駆動するトラックの前にスノープランを装着した車両です。圧雪を除去する除雪グレーダー、新設除雪・路面整成などに使用するもので車体中心下にブレードを装着し、主に踏み固められた固い雪の除去に効果を発揮する車両です。除雪動作は交差点などのきめ細やかな除雪に活躍します。雪道の道路の安全に直接関わる道路除雪を紹介します。新設除雪は路面に積もった雪を道路脇に排除する作業です。路面整成は凸凹になった圧雪を平らにする作業です。拡幅除雪は道路脇に溜まった雪をロータリー除雪車で外側に排除したり積み上げたりする作業です。路面の凍結や圧雪の防止のため凍結防止剤を機械で散布する作業です。三八豪雪から50年、24時間体制で道路を監視する除雪ステーション、除雪専用機械の格段の進歩、冬の幹線道路は
安全に確保されています。これからも国土交通省北陸地方整備局は道路除雪のプロとして雪国の暮らしを支えてまいります。